こんにちは、マンマイリュークです。今日はマイナーに解決するドミナントモーションでハーモニックマイナーパーフェクトフィックスビローというスケールを使うという話をします。G7 フラットナインスから C マイナーの進行があるとします。この時 G7 の時に C のハーモニックマイナーを使えばいい。つまり C マイナーに解決する場合 C のハーモニックマイナー、また G マイナーの場合は D7 の時に G のハーモニックマイナーを使えばいい。これが最も容易な覚え方です。基本的な使い方、 G7 から C マイナーに、この時 C のハーモニックマイナーを使いますけども、F から加工して E フラットに解決する、このスケールが最も基本的な使い方です。どっかで聞いたことがあると思います。それではなぜこれが、このハーモニックマイナーが使えるか。ハーモニックマイナー、 C のハーモニックマイナーを C、E フラット、G という3和音とそれ以外の4つの音に分けると、それ以外の4つの音は G7 フラット9の構成音、アルペジオになります。つまり C のハーモニックマイナーは C のマイナーの3和音と G7 のドミナントのアルペジオに分けることができます。このように3和音とそれ以外の4つのアルペジオを交互に吹いてみると、この意味がよくわかると思います。それではさよなら。